吉岡鉱山、吹谷鉱山、吹谷銅山ともは、岡山県川上郡成和町吹谷に存在した鉱山。主に銅を算した。1972年閉山。本鉱は、高橋市成和町坂本に所在した坂本鉱であり、この他にも、複数の資産を持っていた。過去には、石頭鉱山、関東鉱山と称された時代もあった。2007年には、 経済産業省より近代化産業遺産に認定された。807年に開けこうしたとの伝承が残る。この他にも南北朝時代末期の開港という説も存在する。また開港当初は銀山として稼働していたが室町時代に銅山へと変更されたという説がある。戦国時代には天子市と毛利市の間で争奪戦となったとされ、江戸時代初期には なりわ藩の支配下となった。その後、江戸時代のほとんどの機関が天領に指定され、江戸幕府の直轄地として大藩の支配下にあった。この時代、採掘された鉱石は、現在の高橋市なりわ町下丸に所在する、葬門まで馬で運ばれ、そこから高瀬船を用いて成り川側、高橋川を通って、 現在の倉敷市玉島の玉島港へと出荷された。玉島港からは瀬戸内海を通って大阪の同役所へと運搬されたという。天領の時代に千億の千億吉右衛門が経営権を取得した。千億が経営するようになってから吉岡鉱山はさらなる流星を見せ、吹き屋の人口は千人ほどにまでになったが、千億は 伊予国で新たに発見された別種銅山の経営と注力するようになり、20年ほどで吉岡鉱山の経営からは撤退している。その後は地元の銅山市が経営を担っていた。1873年に三菱商会が経営権を取得した。三菱により取得された後は周辺の小規模な鉱山を合併して規模を拡大していった。三菱は 削岩機やダイナマイトを導入して採掘作業を近代化していった。この近代化の中で三菱は自社発電所の建設も行っているが、1903年に竣工した笠上発電所は岡山県下発の水力発電所であった。この他にも軌道やインクラインも整備しているが、そのうち吉岡銅山専用軌道は 岡山県下二例目の馬車軌道であった。この他に、清錬のために、日本初の洋式洋航路の導入も行っている。なお、吉岡鉱山は、三菱が手掛けた初の金属鉱山であり、後の三菱による、全国各地の鉱山開発の規範となったとされる。1900年代の吉岡鉱山は、岡山県下最大の銅山であるだけでなく、 つくぼ群中小村に所在した帯江鉱山とともに日本国内でも5本の指に入るとされるほどの国内屈指の規模を誇る銅山でもあった。明治時代から大正時代にかけての吉岡鉱山は1300人程度の従業員を抱える鉱山であり、この時期においては吉岡鉱山は日本三大鉱山の一つであったと申される。1931年に 三菱が経営から撤退し、閉山した。三菱が撤退したのは、第一次世界大戦後の不況と、それに続く、世界恐慌によるものとされる。第二次世界大戦後、鉱山が再開されるが1972年に、再び閉山した。鉱山施設跡鉱山の主産物以外にも、工業副産物の緑馬や、弁柄が多く蒸され、商人に、 多くの財をもたらしている。これらの財を成した商人たちによって、江戸時代から明治時代にかけて、吹屋の街並みが形成された。閉山後、鉱山施設のほとんどは解体撤去されており、跡地も自然へと戻っているが、それでも道、行動、先行場及び精錬所、沈殿層、大煙突に続いていた、半地下式の沿道等の遺構が残っている箇所がある。このうち、 高橋市成和町中野に残る笹瀬鉱道は、吉岡鉱山の資産として、江戸時代から大正時代まで採掘が行われていた鉱道であるが、そのうち300メートル程度が観光用鉱道として一般公開されている。なお笹瀬鉱道は、地下で本港であった坂本港とつながっている。この他にも、三菱の象徴である。 スリーダイヤの刻印が残る山の神社跡も残っている。ありがとうございます。